首都高速湾岸線、首都高速湾岸線、首都高速湾岸線は国道357号と並行し、神奈川県横浜市金沢区から千葉県市川市に至る首都高速道路の路線である。行政上の法定路線名は神奈川県道、東京都道、千葉県道294号高速湾岸線であり、通称湾岸道路と呼ばれる。 東京湾岸道路の自動車専用道路として、旧首都高速道路公団が建設して、現在は首都高速道路株式会社が管理する。東京湾環状道路を構成する路線で、首都圏の三環状を旧放射の高速道路計画では、OJCT、e、河西ジャンクションが中央環状線とともに一番内側の環状道路とも位置づけられている。路線番号を表す。 B とは、湾岸線の英語名米衣装アルートの頭文字から取られたものである。神奈川から東京を通り越して、千葉へ至るという路線の性格上、進行方向は、上り下りではなく、東行き、西行きで表される。東端は、東関東自動車道と接続、東京外環自動車道と分岐し、途中で接続される。他の道路では、大黒ジャンクションで、 神奈川五号大国線と分岐し、東海ジャンクションで湾岸分岐線と合流、有明ジャンクションでは11号大和線、レインボーブリッジと、篠野目ジャンクションで1 0号春海線と、辰見ジャンクションで9号深川線とそれぞれ接続し、大井ジャンクションと、葛西ジャンクションで、中央環状線、葛飾江戸川線が分岐する。これにより、交通混雑の激しい都心部の交通を回避する。 アクセス道路として、さらに、成田空港、羽田空港と都心を結ぶ道路として、その利便性を発揮している。東京湾岸道路のうち、東京都道高速湾岸線区間、東京都、神奈川県、堺江戸川区林海町を6丁目、延長3 2メートルは、1987年、昭和62年8月10日に、未来を走る虹の道として、 旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選の一つにも選ばれている。高速湾岸分岐線は1号羽田線の昭和島、ジャンクションから湾岸線の東海ジャンクションに至る4車線の路線である。全線が東京都大田区内である。両端に1号羽田線、湾岸線と接続するためのジャンクションが2つあだけで、 湾岸分岐線内に出入り口や休憩施設は存在しない。湾岸線の東関東道、浦安方面から一号羽田線の横浜公園、羽田方面の連絡をしている。1983年、昭和58年2月、湾岸線の東京都内部分から一号羽田線への連絡道路として作られた。百九十四年、平成六年十二月以後は、 湾岸線で直接東京横浜が連絡されるようになったため、1号、羽田線から都心環状線を避けて湾岸線経由で東関東道、常磐道、東北道方面へ向かうルートとして利用されている。東京湾の外周に沿って横須賀から横浜、川崎、東京、船橋、千葉、木更津を経て、ふ津つに至る延長 160km の 東京湾岸道路の一環として建設された。東京都内の埋め立て地で、1976年、昭和51年に、東京港トンネル部分 2.8km が強用されたのを皮切りに、1994年、平成6年12月に、湾岸線3期4期工事が完成して、空港中央大黒ジャンクションまで開通したことで、東京都内の全区間が開通した。 以前、本牧 JCT は、空港中央、大黒不動方面と、狩場線及び、サチラ杉田方面との連絡ができるが、狩場線と、サチラ杉田方面との連絡はできなかった。これは、高速磯子線によって、狩場線と湾岸線を連絡する計画があったためで、あったが、磯子線の計画は事業化されずに幻に終わった。その不便さを解消するため、 本目 JCT で、仮場線と、幸浦、杉田方面の連絡が可能になるように改良され、2004年、平成16年12月22日15時に開通した。なお、改良後も本目不等出入口仮場線の連絡はできない。道路構造例では、第2種第1級に区分され、設計速度が時速80キロメートルとなっている。 他の首都高速道路の路線と比べ直線区間が長いという特徴があるが、一般的な高速自動車国道と比較すると、カーブは他、特に本目 JGT 以南は旧カーブの連続区間である。海岸沿いを通過するため、推定トンネルや橋が多く、高低差の大きい箇所が多い。湾岸線は2012年、平成24年1月1日の距離別料金。 導入前までは、東京線、神奈川線の二つの料金区間をまたいで、川崎浮島ジャンクションが料金区間となっていた。ただし、空港中央、湾岸カンパチ浮島間のみの利用は300円の特定料金であった。例えば、普通車、h e t c 車の場合、空港中央か湾岸カンパチから入って浮島までで降りた場合、特定料金のみの300円であり、 空港中央、湾岸カンパーチから、浮島園の神奈川線を走行した場合は300円プラス600円、神奈川線料金イコール900円が徴収されていた。西行浮島料金所から、横浜、大国府等方面への西行区間は、東京異西に、オービスがなく、また、車線数が多く直線区間が非常に長いために、速度が出やすい。また、 違法競争型暴走族、族称、湾岸族も出没するため、大国パーキングエリアや、辰巳 PA などでは、芝浦パーキングエリアなどと、同様頻繁に高速帯車両やパトカーが、巡回している。車線数は、一部区間を除き全線が6車線で、構成され、辰巳ジャンクション、河西ジャンクションは8車線、本木 JCT 出口、本木 JCT 入口の、 本線は4車線区間となっている。なお、東関東自動車道と合わせると、この6車線区間は、成田 IC まで及び、これは、東北自動車道の川口ジャンクション宇都宮、インターチェンジの 103.0km をしのぎ、日本の高速道路では最も長い 106.0km である。最高速度は、時速 80km、東京港トンネル周辺は、 時速7 0トル規制となっている。24時間交通量、平成17年度道路交通センサス。首都高速としては、線形が良く、車線数も多い一方、交通量が1日あたり10万台を超える区間があるなど、非常に多く渋滞が発生しやすい。特に、東京港トンネルを先頭とする渋滞が、両方向ともに頻発しており、激しい場合には東行きは、 川崎浮島ジャンクション付近、西行きは浦安付近まで渋滞することがある。また、休日に発生する東京湾、アクアラインのアクアトンネルや、海ホタル PA を先頭とする渋滞が、川崎浮島ジャンクションを過ぎて、湾岸線両方向へ伸びてくることがあり、ゴールデンウィークをはじめとする最混雑期には、湾岸線西行きの OEJGT から、アクアラインの海ホタル PA まで数時間かかることが、 あるこのほか休日には、東京ディズニーリゾートへ向かう車で、東行きの火災出口を先頭とする渋滞が発生することもある。首都高速道路の路線では唯一、千葉県内を通過する路線である。湾岸線から見るみなと未来21や東京臨海、副都心などの近未来的な風景は人気で、ドライブコースとして人気がある。六車線の高速道路や、 周辺の近代的な高層ビルがまるで日本ではないような感覚も人気の一つである。沿線には東京ディズニーリゾート、有明テニスの森、お台場エリア、東京の空の玄関口羽田空港などがあり、休日になるとこれらレジャースポットへ行くための道路として利用されている。また、東京都心から東京湾へ約キロメートルとほど近い東京港を埋めたて13号地、 お台場をはじめとする周辺地域は東京都が進める国際化、情報化に対応する臨海副都心を建設する臨海副都心町づくり新計画による開発が進められており、この地域の発展とともに湾岸線の重要性は高まっている。湾岸線、湾岸分岐線、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。